すごい、もう始まってる。Hi everyone, my name is Namiko. I'm a photographer based in Tokyo. And today I'm gonna try a little bit about like Facebook Live and Zoom at the same time. So, and I wanna try like how it gonna be going and how it look like. AndYeah, and I'm gonna have some information about my exhibition. So, はい、今日は、日本語と英語、いろいろとやっていくんですけれども、まあ、とりあえずそのズームで喋りながら、背景、バーチャル背景にしてね、中目黒の夜桜の背景にしながら、Facebook Live でどういうふうに見えてるのかっていうのと、まあ、Zoom でやったときにどうなるのかっていうのとか、いろいろこう、まあ、お試し期間中です。多分この1週間くらいいろんなこう使い方とか、レコーディングとか試して、で、どういうふうに見えるかなっていうので、今後どういうふうにやっていくかを決めていこうと思ってます。わお、すごい、なんか、とりあえず待って。フェイス、チャリップ塗ってるところが映ってた、やばい。私は今これどこに向かって喋ったらいいのかな、自分のちょっと Facebook 上でも見てみようか。間違えた。こうしたら自分が喋ってるところが見えながら、あれかな。今日一応参加自由なので、もしよかったら Zoom にピコンと入ってきてくれたらおしゃべりしましょうっていう感じで、その辺もね、今後どうやってやっていったらやりやすいのかなっていうのを検証していく感じですねめっちゃいろんな私生活がバレてしまう。とりあえずスマホで私はこの Facebook ライブを開こうか。いや、どういうふうにやっていくのがいいのかね。でもこれ誰がどう見てくれてるかっていうのが、こうすると音が入っちゃうから、とりあえず音をこっちをミュートにして、なんかあんまりね、画面共有しないとすごい自分の顔がでかいからすごい嫌なんですけど。なるほど、なるほど。特にこうなんかお知らせバーンみたいなのがないからあれだね。逆にホワイトボードとか使おうかな。どうしようかな。あ、エリコさんだおはようございます。よかったらズーム入ってきて超これ寂しいんだよね、いつもね。この画面あれだね、微妙だね。自分のこの大きいこれじゃないか。どうしよう。どうしよう。とりあえず共有をやめてみよう。これ私が共有している画面と、あと相手が共有している画面をこう使った時にどういう風にあのねなるかもちょっと試していきたいんですよね。あ、そう、明日あのママ夢ライブの竹岡のぞみさんと一緒にこうやって話すので、明日は朝10時からかな。そうそうそう、それすっごい楽しみにしてて、そうなんかすごい久しぶりだし、なかなかねちょっと夜も遠くてあまり会えないけど、やっぱ SNS ではずっと見てるからちゃんとお話できるのすごい楽しみだなと思ってます。いやー、えりこさんおはようございます。あ、そうか、こうやってコメントを見ながらこうやってやるのねいやー、慣れないな Facebook ライブと Zoom。あと YouTube ライブも試したいんだけどね。なんかコロナすごい、今すごい勢いになってますね。なんかちょっとニュースがだんだんあれなので、現地の友達にいろいろ聞いていこうかなと思っています。
いや、この前の、昨日、おとといの都知事のカラオケとバーに行かないでって、本当にちょっとなんかもう、今言うことそれですかみたいな感じでね、すっごい衝撃でしたね。本当に。え、なんか誰かが入ってきてくれてるけど、いない？え、どういうこと？今参加者2人になったけど見えないよ。どこどこ？久しぶりです。ええー、お久しぶりです。残念ながらカメラがないです。待って、誰？3年前に会いました。と、え？ What's your name？ え？誰？What's your name? You can say. So give me some hint. もしもし。Did I do your photography? We met 3 years ago. 3年前で会いました。トマニック・ボイチェフです。Where? 浅草？Oh, it's hard to see. Can't see your face. え、浅草じゃなくて？写真撮った？Hello. あ、有楽町。すごい。すごい。Thank you for joining us. Join me. And where do you live now? 東京で。あ、東京？はい。はい。めっちゃ日本語上手。日本語の方がいい。全然平気です。平気です。すごい。すごいね、すごいね。いや、偶然で見ました。ん？ゴジラ？え？午前？何？偶然で見ました、そう、このリンク。あ、このリンクね。そうですね、そう。だから参加しようと思いました。ありがとう、嬉しい。すごい。え、最近はどうですか？大変です。大変？あ、そうですよね。仕事は？あ、仕事も大変です。今は転職中です。あ、そうだよね、急にだよね、みんな大変だよね今本当、うん、特にそうだよね。ね、次何の仕事探してるの？いや、そう、残念ながら私、そう、普通の仕事はソフトウェア開発してる仕事を探してます。ソフトウェア開発。はい、いや、はい、そう、残念ながら、写真で、生き残る、可能性がないと思います。難しいよね。そうだよね。あ、これでこうしたら、待って、これでこうして、こうして。あれ、ズームのギャラリービュー。ギャラリービューに出ても撮るんだ。うん、そうだよね。でもソフトウェア開発ならすごい、なんか、いっぱいあるってよ。そうですよね、でも。すごい、インスタありがとう。全部遅いです。遅いです。その話、故障。全部遅いです。そして金がどんどんなくなっています。そうだよね、大変だよね。
そう、本当にカメラを使いたかったでも、私のMac mini を使ってます。カメラがないです。そうだよね。でも、有楽町で会った時になんか、日本にずっと住むとは思ってなかったかも。日本にずっと住んでるんだね。いや、ずっとじゃないですね。そう。あ、行ったり来たり？いや、そう。だから、これはそこの有楽町の、あとで、1ヶ月、2ヶ月ぐらい、この大泉学園のアパートで、止まって、でも、後で少しポーランドに戻って、夏の時まだ日本にそう仕事のために来ました。そう、そう、だから6月、2016年。すごい、でも3年前に話した時と比べてめちゃくちゃ日本語が上達してる。そうですか。いや、そうかもしれない。すごい、やっぱすごいわ。いや、でも、そう、本当はその3年間の時の間は、いや、日本の会社で、働きました。そう、だから、しばしば、日本語を勉強しなければならなかったんです。すごい。びっくり。いや、そう。私は、そう、この Facebook とか、そう、時には、見ます。そう、新しい写真とか。そうだよね。写真はね、まあでも、ね、続けて。まあ、ソフトウェアのエンジニアの方で稼げるんだったらね、全然そっちの方がいいと思う。いやー、そうですよね。でも楽しさのレベルが違います。まあ両方ね、やっていけばいいよね。ね、私もだからこのツアーとかこれからやっていく。そうですよね。そう、だから私は本当にこの転職したら、そう、新しい契約をしたら、なんとかフリーランスのこれ、いや、そう、写真のフリーランスを考えています。ね。残念ながら、私、この、そうですね、ビザのによって、この IT 仕事が必要です。ただの撮影仕事はダメです。いや、わかるよ。私だって、だって他の国行きたいけど、やっぱビザの関係で写真だけでビザはなかなか取れないもん。そうですよね。これは残念です。っていう形じゃないと、まあ、なかなかね、芸術系のそんなすごい子はあってね。そうですよね。いる人でも多分相当難しい世界だから、まあそれはそれっていう形でしっかりね、基盤をちゃんと作って、やっぱその国に住むためにはね、そうですよね。でもそう、私にとって日本は難しいです。そう、例えばヨーロッパどこでも、そうビザが必要ないです。そう、何でも、そうですね、そう、ヨーロッパ連合で、そう、どこでも同じです。どこかの国で取っちゃえばいいってことだよね。どこも住めるってことだもんね。そうですね。それは今はポーランドはヨーロッパ連合の一部になったから、そう、どこでも何でもできます。そうだよね。でも今、そのポーランドとかさ、そのヨーロッパの方、コロナすごいじゃない？すごいです。そう、ね、しばらく帰られないです。しばらく帰られないです。帰れないよね。そうだよね。もう、あれ、閉鎖した？封鎖した？ん？何？ポーランドは閉鎖したの？閉鎖…あ、この言葉知らん。ちょっと待って。 It's kind of like lockdown. It's like similar. あ、そうですか。 Like you can't go out. あ、そうですか。閉鎖です。はい。そうですよね。
それ。わかりました。新しい言葉ありがとうございます。いつでも。いや。まあ、そのロックダウンはなんか、首都封鎖とは違うっていうふうに言われてるけど、まあ、まあそうだね。なんか、ロックダウンはすごい、ちょっと強い言葉、海外で言うと。その、ジャパン、日本だと、そういう、そこまで強制的に人を外出させないとかを強制的に言えないんだって、うん、法律的に。そうですよね。いや、まあ、自粛要請って言ってこっちからその、うん、お願いするそのなるべく外に出ないようにしてくださいっていう、はい、なんかこうセルフでもこんな季節には難しいです。そうお願いするっていう形しかできなくて、海外みたいになんか警察とかその罰金とかすごい強制的に強硬的に強くその自粛家にいてっていうのを言うことが日本の法律的になかなか難しいんだって。うん、そうですよね。そうね。まあだから、まあ、だから多分日本はまだまだ若者外に全然出ちゃうと思うけど、まあ罰金もねないし、その警察も出てこないしってなるとね。まあでもヨーロッパは今すごいもんね、全然なんかもう街の中人いないもんね。じゃあそうだからそう、ポーランドにはそう法律的には、昨日から、そう昨日から本当に外、出られないです。そうグループで、いられないです。そう2人でも、歩けないです。2人でも歩けないの？そうです。これはちょっと、大げさと思います。そして たくさんの人はちょっと大げさと思います。そう今までは、例えば、家族だったらグループ、移動が、できました。なんか許可が、ありました。でも、昨日からはこれもダメです。あ、そうなんだ。夫婦だったら、いや、一緒に歩けないです。そしてこれはちょっとおかしいです。だからこの夫婦は、例えば、うちに帰ったら、そうですね、そう、うちに入ったら一緒に、いられます。できます。ここはまだ制限がないです。でも外出たらもう2人ダメです。おかしい。これはちょっとおかしいです。確かに。いやでもヨーロッパ本当大変だ今。そして、そう別の、時、そうだからそう一人でそう二人でも、そう今までは、健康のために、歩ける。いやそうこんな可能性がありました。そう私のポーランドの友達はその散歩のため、なんとか森に行きました。そうだからそう周りの人が全然ないです。そうでもベンチがありました。そのベンチで座っていました。お散歩行ってね、ベンチに座って、はい、座っていました。それはいけないの？そうですね、でも警察が来ました。警察が来るの？はい、警察が来るの？このベンチの座ってるところでした。そう、そしてその、あなたはなんでこのベンチに座ってます？あなたはなんでこのベンチに座ってるのって聞かれてるの？でも一人で、これは問題ないです。そしてこのルール規則によって健康のために、散歩、散歩してジョギングしてできるんです、ね。でもその警察官が来るの。でもあなたは今、歩いていない、触ってない。ごめんなさい、私は今大切な電話来ました。ごとについて大切な電話来ました。ごめん。そうなんだ。じゃあその、ポーランドでは今、
公園で散歩していたらまあいいけど、座ベンチに座ったりしてるとこうあれなの警察が来て、なんで君はそこに座っているんだって言われちゃうってこと。なんか急にミュートになった。いやなんかいろいろ国によって本当に対応が全く違いますね。まあ私はちょっとこれからセルフクランティーをしようかなと思っています。ほぼほぼ自宅にいながら、まあ、オンラインで、まあ、あと散歩はねしたいけどね、散歩くらいはして、なるべく人とは接触しないように一応心がけて、まあこのね2、3週間ちょっとわかんないけどやっていこうかなと、一応自分の中では、まあ多少ね、あの人と会ったりとかも多分するとは思うけど、そこまでこうなんだろう、今までのように普通のようにはなるべくしないようには心がけようかなって。やっぱり周りの海外の人の対応の方が見てて、まあ、ある意味正しい部分もあると思うし、まあ、日本がこれだけオーバーシュートになってないのも、まあ、いろいろ理由はあるのかもしれないけど、まあ、一人一人の行動がこれからすごい大事になってくるのかなと思って、個展のお知らせなんですけれども、そう、個展は、延期します、9月の8日から14日に延期をすることができました。なのでは、ぜひ皆様9月の8日に遊びに来てください。とりあえず予定していた4月の14日から20日まではもう何もしません、銀座では。もうとりあえず私が、まあ、オンライン個展とかいろいろ考えてたんですけど、そうすると、まあやっぱりね、あの何かしら人とこう関わることにどうしてもなってしまうし、やっぱりやっていたらね、その、まあ、来てくださる方もいらっしゃるということなので、とりあえず4月は銀座では個展はしない。で、もう4月はオンラインの中だけで生きていくっていう、私はもうオンラインの中の、あのバーチャルな人になろうかなと思っています。そう、やっぱりなんだろう、まあね、安倍さんの発言びっくりしたけどね、この状況でなんかスポーツとか芸術とかアートがすごい大事だからとか言って、みんな今イベントも何も中止できない状態のにそんなこと言うって思ったんですけど、やっぱりなんかその生きていく上ではやっぱり生活っていうのがすごい一番最重要になっていて、私たちはその、まあ、震災も、ね、日本は体験してるし、いろんなことが今までもねあっていて、からあったから、そうなんか、まあいろいろ考えて、やっぱ世界の状況とかも見て、やっぱりどんどんね、あの悪化してってる中で、こうのんきに個展っていうのは、まあ、私の中ではちょっと違うかなと思って、まあ2020年のうちに何かしたいっていうのはすごいあって、それでまあ銀座で個展っていう自分の一つの大きな区切りとしてやりたかったんですけど、まあ4月にどうしてもやらなきゃいけないかって言われると、私の中ではそうではなくて、そう、まあ全然9月でもできるなら嬉しいし、本当に9月頃になったらさすがにコロナも落ち着いて、なんだろう、できるといいな、そこで皆さんとすごいなんか会えたら嬉しいなって思ってます。そうだから、ちょっと英語で喋ると、 Okay, I'm gonna speak in English from now. It's so hard to speak in English and Japanese both at both time, same time. And I'm gonna postpone my exhibition in Ginza from 14th in April to 20th. I was going to have my exhibition in Ginza on the Marnier Street, very close to Bulgari, but I decided to postpone to this September. So I'm going to
to wait from September 8th to September 14th. I should be maybe September 12th is going to be a Saturday. So I think I'm going to have like reception party, I hope. So I will change my plan completely in April. So I'm going to be very free. Like I'm going to stay home. So I'll be home and I'm going to edit my pictures and videography, and I want to do more online workshop. So I will be exist only on online in April. So I'm trying to do self-quarantine and self-quarantine. I can't say that. Yeah. Well, here we don't think like we don't think like it in like overseas, like different countries. So yeah, I'm gonna try to do self-quarantine and hope not to see many people in this month. And I hope I won't see everyone and when the corona is over. So yep, something like that. And I'm gonna have some talk tomorrow as well. And I will try to make more like use for good contents in this April, and I'd like to talk to people on like online, like to like today. So thank you so much for watching, and I'll see you tomorrow. Hope. はい、ということで、私はセルフクアランティーに入ります。セルフクアランティーは自主隔離自主隔離っていうの。自分で自分を隔離するなんだっけ、もうちょっと正しい日本語があったはず。そうそうそう。それを行っていこうかなと思っています、4月は。なので、オンラインの中だけで、生きていけたら嬉しいです。なのでオンラインの中で皆様とお会いできることを楽しみにしております。楽しみにしていた銀座での個展は、やむなく延期することとなりました。9月の8日から14日まで、ギャラリーを延期することができたので、9月にまた皆様にお会いできることを楽しみに、もう少し、準備の方に力を入れていこうかなと思っています。なので4月は超絶暇です。何もすること予定が今のところありません。なのでもし何かこんなんできるとかあれば、ぜひご連絡いただければと思います。とりあえず暇すぎるので、私は普段の自分のパソコンでの様子とか動画作ってるところとか写真整理してるところとか、そういうのを無言で流していったりとかしようかなと思っているので、ね、で、5月あたりからいろんな募集とかもしできたらいいのかな。でもちょっと今の状況だといつまで、ね、どう落ち着くかっていう予想がつかないから、すごい難しいなと思って考えてます。だからできる限りオンラインの中でこうチャレンジしてみて、そうね、やっぱり今まですごいもう忙しすぎて、こう多忙で、なんだろう、自分のことを整理する時間っていうのが全く取れなかったから、ありがたいことに。なのでその辺をできる4月になればいいかなと思ってます。なので本当にね、個展を終えてからこれは言おうかなと思ってたんですけど、こんなんできるみたいなお話があれば、
ぜひ聞いてみてください。でもちょっと整理の時間にこの最初の 1,2 週間は、自分でなるべく外で人と会わないようにして家の中で過ごしたり、まあ、一人で散歩したりっていうことを、まあ、いつも通りだけどね、一人で散歩とかそうをして、まあ、これからね何をどうしていこうかなって、こういう緊急事態とかになった時に生きていける術がもっとこう増えるように、なればいいかなと思ってますね。この綺麗な中目黒の夜桜のライトアップも今年は中止ということで、本当に本当に悲しいですね。そう、あでもね、昨日すっごいねいいスポットちょっと歩いちゃった。そう、夜桜ライトアップがなくても綺麗に夜桜が見えるとか、あダメだね、こういうこと言っちゃダメだね。うん、はい、追ってその辺はインスタとかにアップしていこうかなと思っています。なのでまあいろいろあすごいいっぱいなんかハートとか嬉しい、ありがとうございますそうそう、やっぱり両方見ながらってやっぱまだ慣れないね、難しいな。そうそう、だから9月、あそうそうね、ちょっと何回も今回は言うけど、そう、 I just decided to postpone my exhibition to September, so I hope I can see you everyone in September. So I'm gonna talk to you tomorrow as well. So I'm gonna talk to the producer of a radio for Mothers, and I hope like I can continue like this, and I hope like I can connect to the people on online again. So yeah, thank you so much for watching, and my exhibition is going to be in September 8th. So yep. というわけで、個展は銀座での個展は9月の8日から、延期することとなりました。なので、延期、まあ悲しいけどね、まあしょうがないよね、今は。うん。もう個展、私が個展とか言っている場合じゃないっていうところなので、もうそれはね、すごいわかるから、そうそう、それで、できることを4月には何かこうやっていこうかなと思っています。ということで今日はその辺で、ああ、ちぐささんマジ神。超ありがとうございます。本当にもう悲しいんですけど、悲しいけどしょうがないよね。ちぐささんの写真のセンスめっちゃ好きなんですけど、多分本当なんか撮るもの似てる気がする。この前の雪の結晶とか本当にもうやばい、大好き、もうツボ、本当に雪桜とかもうすごい、なんか一緒に撮りに行ったりとかしたいな、なんかやっぱフォトツアーとか私もっといろいろやっていきたいんで、ちょっとその辺の計画も4月にね全部立てていたらなと思ってます。私4月は時間が多いです。本当？いや、そう、新しい仕事は5月1日からです。あ、決まってるんだ。じゃあみんな4月は家で暇だ。そう、そして今は、いや、私は最近ちょっと いろんな記事を書きます。うん、どこにアップしてるの？ん？どこにアップロードしてるの？あ、アップロード、いや、これはポーランドの雑誌で、そう、アップロード。あ、ポーランドのね。アップロード、いや、ちょっと待って、一つのアップロードします。違う、これ。なんか送ってくれた？はい、そう、最初に、夜桜の写真。アップロードしました。花見の写真。アニメキャラクターの絵が出てきたけど。はい？アニメキャラクターみたいな。
あ、これは、はい、そう、あ、これは私書いた記事です。このアニメキャラは、チケットです。これは、イラストです、この記事で。そしてこの記事は、これは最初の部分だけです。この記事は、ページは5枚です。1枚しか見えないよ、最初の。はい、いやでも全部ポーランド語です。そして、その全部は、大きい、です。そこが、ね、でもすごいなんかポーランドも本当にね、やっぱり日本ではあまりね、そこまでポーランドのこととかニュースになってないから心配だね。これはこの雑誌のカバーです。これ何のソフト使って作ってるの？あ、これは分からない。誰かが、これはポーランドで、そう、私は、そう、ただの、ワープルで、記事を書いて、そして写真は普通で、ライトルームで編集して送りました。そして、あとはなんとかグラフィックエディターとか、編集書とか、これは全部やってくれました。そう、私にその、記事だけです。ちょっと、もう一つのリンク。大変だ、みんな。いや、私4月何しようかな。ほんと。これは、ほり暇だ。これはインスタグラムで、そう、この雑誌で私の記事が見えます。すごい。記事書くのも面白いね。楽しいです。お、ウェクサが見てる。ん？私の友達が Facebook ライブに見てる。あ、そうそうそう。はい。あ、これか、インスタか。私はコミケットスタッフに入りました。コミケのスタッフになったの？はい。すごいね。どうやってなったの？いや、そう、申し込みを送りました。すごいじゃん。いや、そして、コミケ行ったことないよ、はい、コミケは。はい？コミケ行ったことない。あ、そうですか。いや、とても楽しいです。でも。そうなんだ、もう。楽しそう。でも、そう、おはよう。私このそこは冬コミの時、でした、うんうん、最近の夏コミの時は申し込みを送りました、はい、そして、冬のコミは私は見習いでした。そう、本当にそこの愛見習い、ああ、見習い、見習い、そうですね、そう、コミケ準備会、大きな期間ですね。そう、たくさんの人が、参加します。その、コミケすごい人気だよね。あれでも高いんだよね、入場料ね。だからなんかすごい、みんなすごい大金持っていくよね、コミケに。お金持って。いっぱい買うんでしょう、なんか。あ、そうですよね。いや、でも、これは買わなければ、ながないというわけではないです。そう、ただの、見るだけもいいです。そう、そしてファンにとってはなんかいろいろ買いたくなっちゃうよね、コミケ。実は私、何か写真集買いました。アニメの写真集？でもすごく世界中の人が集まるんでしょ？ちょっとまあ覗いてみたい気もするけど。はい、その、ちゃんとコスプレしてるかと思うけど。はい。いや、そう、今はとても大きくなりました。そう、だからビッグサイトだけではなく、あ、青海、
があります。あとはなんとかアルファビビとか、防災公園でコスプレイがやってます。だからエリアは本当に、広がってきたのです。そして私入ったのは記録班。記録班。あ、記録班ね。はい。お、なんかちょっと誰かが入ってきたよ。これは誰？みんなビデオなしだから全然わかんないよ。はい、誰誰なんか誰でも私はわからないです。本当だよね。このオープン系どうなるかなって思ったけど。誰だこのアドレスしかわかんないよ。誰だ誰だ、うん、佐々木違うか。え、この今ズームに入ってきてくれてる人誰なの？うん、わかんないよ。いやー、さっしゃんおはよう。すごい個展延期できたよ。もう結構あのね、すごいあの、いやもうちょっと本当にきついですっていう感じで言って、まあ最初はちょっと本当にずっと無理って無理ですって言われてたんだけど、うん、ポコも見てるの。ハロー、おはようみんな。4月超暇なんだけど、本当にやばい。もうすっぽり、なんかすっぽりだよ。もう本当にだってほとんどの仕事もないし、なんていうの、キャンセルっていうの、もうそうですね。そうそう、あのテレビでさ、フリーランス個人事業主なんかなんちゃらかんちゃらみたいな、なんか一番に仕事がなくなるみたいです、全部当てはまってるとか思って、あと旅行関係、観光業もうもろじゃんって思って、もう大打撃受けてますよね。そうなんだよ、だから遊ぼうオンラインでって思って、オンラインでもう4月は毎日オンラインに登場して、あれだよ、なんか暇だから暇すぎてマジな、何しようみたいな。あとなんかさ、こう朝起きてこうなんだろう、理由が欲しいというか、なんか朝この時間にちゃんと活動し始めないと、この後の自分の動画編集とかの作業がすごいまた遅くなってさ、別に何時でもできちゃうからさ、でまた夜型になってっていう感じ、生活が乱れるのがすごい嫌だから、なるべくこの午前中にこの発信みたいなのを一人でただ喋ってるだけなんだけど、でもこうやってね入ってきてくると、ちょっとなんか久しぶりとか3年ぶりとかに会えたり、会えたり会えてない、オンラインわかんないけど、いやそう、私もいろいろ頑張ってます。でも本当難しいです、ね、そう、自分で難しいよね、もういろいろ何しろですよ、ね、うん、パソコンの前でずっと孤独だよね はい、孤独極まれないよね、ずっとさパソコンのさ前でさ、はい、ひたすらさなんかやってるわけ毎日。そうだからそっもなんか自分のライフワークっていうか、絶対もうパソコンから離れられないし、パソコンがない人生とか本当に考えられないし、もう MacBook Pro の16インチ買っちゃって、はい、iPad Pro 買っちゃって、iPhone 11 Pro Max に、もうなんか、Siri と喋ってもらって、Siri も買いたいです、でも。あれだよ、ホームポット、Apple のホームポットまで買っちゃってさ、Hey Siri みたいな、Hey Siri, how are you? とか言って、Siri と喋って、答えてくる。もう、そう、超孤独だからマジで超絶面白いけどね、自分で自分が、うん、やばい。いや私、そう、最近は石巻に行きました。石巻ってどこだっけ？宮城県。宮城県、うーん、何しに行ったの？もちろん写真のため。私は、いや、今はお金がほとんどないです。でも、この石巻は、これは特別です。そう、だから私は、石巻へ、2011年から、何回も、行きました。そう、だからそう、この石巻は、こうはどうやってそうこの様子を写真と撮ります。そして3月11日は、
そこの震災の、うん、あ、そう、だから行きました。だから行きました。うん。もちろん、そういろんな写真を撮りました。そして、特別、1週間後、3月22日は、ギリシャから聖火が来ました。聖火。成果？はい。成果って成果？成ちょっ果？と待うん？ちょっと待え、ちこのズームに入ってくれているこのメールアこドレスれのでしょう方ね。は正解。佐々木なの？違うの？誰なの？ チャットで答えを教や、えて。そう、このオリンピックファイアという。わあ、すごーい。すごい。日本の裸のそしてこの黒が。最初は、この宮城県の石巻の近くにいる、自衛隊、拠点、大和、という、そこからは、この聖火の、飛行機、が、着陸しましたが、でも、あとは、この聖火は石巻で1日、2時から7時までが見ました。とても、とても面白かった。この最初に送った、今日の夕国食民、カメラ。そうですね。これは、この聖火を待っている人たちです。どれどれ、これ？いや、これは、大黒祭り、これは、1月、でした。そう、インスタグラムアップロードしませんでした、この写真はまだ。あ、まだないんだ。でも今は、このズームの、チャットで送りました。今インスタ見てるよ。モノクロがすごい。あ、東京2020とかいいね。これは東京ビッサイトで。これはプあー、ラント花で。火も綺麗。ですね。わー。花火もっとあります。花火。やっぱ写真いいね。すごい綺頑麗。張ります。頑張ります。いいところね。で、いいね。私はモノクロと、キャラ、どっちもやってますけど、どっちはするべき、よくわからないです。え、モノクロにするかカラーにするか。そうです。カラーで撮っといて、後でモノクロにもしたら。これもちろん、でもそこの写真の発表の時は、どちらの方がいいです。これは「進撃の巨人」、アニメジャパンの、写真、です。でもモノクロが好きな人って本当にモノクロだよね。もうモノクロだけだよね。モノクロですみたいな。もう全部モノクロみたいな。あと写真展とか行っそうですね。ても、もうモノクロみたいなのが好きっていう人が集まるよね。だからすごい光のさ、バランスとかさ、やっぱモノクロにはモノクロの良さがすごいあるから。私はすごい好きだけどね、こういうなんかさ、こういうのとか、この光のライン。これは初モデでした。初詣、これ三味線？おと、おことか。おことだ、三味線とか言そうえだから、これは、隣の神社で、この真夜中で、ない。この人は、いや、でもなんかやっぱ外国人目線の日本の写真って私すごい好き。なんか、あ、そうこうですいうか。風に写ってるんだって。なんか、だって、ね。あ、なにこれ、あれじゃない、スター・ウォーズのレゴの。ウこれは中に。ケル R2 がなんかゴミ箱の横にあるけど大丈夫。いや、でも、このゴミ箱は重たい説です。だから、これは全部の雰囲気の一つになると思います。これは中野でした。
中野さん、すごい漫画オタクの街でしょ。いや、私は中野で住んでます。あ、そうなんだ。さすがじゃん、オタクの街。いや、でも、私知らなかったです。このアパートは練馬と思いました。あそこ行った、そのマンダラ系とかさ、中野の、その、すっごいいっぱいフィギュアとかがあるようなストリートとかビル。うんうん、はい、でもそう、私はこのアパートを探したときは、このアパートは本当になんとなく池袋、なるべく池袋の近く欲しかったです。そう、だからこのアパートを。あ、池袋もとか。いや、そう、私、池袋が好きです。そして最初の仕事は桜台でした。そう、練馬区桜台。でそうだからこの桜台と池袋の間でアパートを探しました。そしてこのアパートでした、うん、そしてこのアパートは練馬と思いました。そう、そして契約のサインの時はえ住所は違うのみたいなそうちょっとびっくりしました。これは石巻の漫画館です。すごい、なんか面白い、この自転車とか面白いね。いや、そう、2年前に冬、本当の冬が来ましたね。え、いや、すごい。あ、これもなんかやっぱ白黒いいんじゃない、モノクロ面白いと思うよ。うんうんうん、これは池袋水族館です。ああ、私は水族館が大好きです。うん、なんか前もそれ聞いた気がするね。え、モノクロいいじゃん、モノクロ。中野楽しいよって来た、友達から。中野、私まだちゃんとそこは、中野の写真です。中野の居酒屋なら行きたいけど、あそこの、うん、イミギーの、はい、公衆電話とか通ってる。これ私たちがロンドン行った時にロンドンの、あの電話ボックス取るのと一緒だ。いや、私はその日本のフォンボックスは機会があれば撮ってます。本当に、いずれに、なんとか、アルバムにしたいです。例えば、うん、ポーランドはこんなこともないです。こんなこともないって何？電話ボックスがないってこと？そう。全部削除されました。え、電話ボックスが？そう、ポーランドは電話ボックスもありません。ポーランドに電話ボックスないの？ない。みんな携帯ってこと？はい、そう、全部が削除されました。誰にも使っていませんでした。そう、全部あれだね、全部それ削除じゃなくて全部撤去だね。撤去しました。撤去しました。削除はまあ削除でデリートなんだけど、撤去は。いや、でもこれはこんな感じです。そう、だからこの街にこのボックスがあった、あとはなかったです。そう、ところで私もちょっと、ちょっと待って、私も、ポーランドでは電車ボックスを撤去しましただね。うん、はい。いや、日本語って難しいね。あ、仕事行ってらっしゃい。大変じゃん。そうですか。いや、バイバイ。私は今、仕事ないじゃん。スキンと、でも、This will stop other skin sharing. 大丈夫ですか？ん？私はスキンシャーできますか？何何？いや、私のスクリーンシェアしたいです。大丈夫ですか？スクリーンショット？スクリーンショットじゃなくて、このズームでスクリーンシェア。あ、スクリーンシェア？ああ、いいよいいよ。いや、どうやってやるんだ？やって。
今、まあ、はい。ちょっと待って。お、来た来た。はい。そうですね。これは、石巻で撮った写真です。まだどこにもアップロードしてないです。そう。だから、この歓迎聖火のポスターがあります。そう、こんなポスターはどこでもありました。そう、石巻で。次は、階段です。この階段は本当にすごいです。そうだから、一日終わったら足がとても痛かったのです。本当。そう、石巻の景色、これは、一番大きいの、墓場所、多分。そう、この水平線に、そこの、右の山は日和山です。そこの日和山は大切。ああ、墓地か。墓地は写真に撮ろうとは思わないな。わ。このま。人は警備員でした。でも、とてもびっくりしました。ポーランド語を喋った。ポーランド語喋ったの、この人が。ポーランド語なんて私一言もわかんないよ。ハローは、ハロー？ハロー。ハワイユーは何？役所マシ。え？役所マシ。やっちょます？いえ、ちょっと待って。役やっしゅうちょん、マシ。ちん、ちん、しゅう。ちゅう、しゅう。あ、こちれは難しい。ゅう、言えない ポーランド語言えないよ。やっちいや、ポゅう。ーランド語は、そう、例えば、たくさんの言葉は、し、る、がありますそう。例えば、ポーランド、違う。子供の時は、こんな、わらべ歌を、szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie. What did you just say? あ、ポーランドの、詩、でした、歌でした。もう一回言って、もう一回言って。Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie。わあ、なんか全部シュ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 言ってて全然わかんない。いやいや、全然違います。いや、そう。ポーランド旅行できる自信がないわ。でも、だから私はほとんど、どんな、言葉でも勉強できる自信がある。すごい。中国語は例外で、でも他には。いや、ポーラ中ンドの国語は。第二五カ国語は何？第二カ国語。いや、そう、たくさんあの人と、は英語を勉強します。でも、昔はラテン語、そう、全部の貴族はラテン語使いました。そしてポーランドはちょっと珍しいでした。そうだから、貴族は15%ぐらいでした。そう。じゃあ、そこの石巻は、あとは、このそこの成果を待ってる人、でした。そう、警察が、もちろん。そして、ここは、こあ、すごいの人。列、でした。私は一番でした。一番何時に行ったの？ いや、こんな早いんではなかったんです。そう、私は本当に東京から夜行バス、石巻に来て、そこの、強い風のために、ちょっと遅れて、いました。とても、とても、
寒かったで、そう、私は最初に漫画喫茶に行きました。うん。そしてこの漫画喫茶11時、ぐらい出ました。そしてそう、周りを見に行く。これはお、サンドイッチマンじゃん。そうですか。知ってこのます人か。たち有名なあれだよ、コメディアンだよ、テレビに出てる。そうですか。そうだよ、この。はい、わかりました。そういそや、う、そう、すごい本有当です。でも、この真ん中の人は、石巻の、市長です。名。うーん。そう、であ、でも、も本当、石巻こういう感じなんだね。驚き。そう。そして、あとは、ただ、ああ、成果ね。正解ですね。そう。うん。そして、もちろん大変でした。そう、たくさんの人が待ってました。この人、この人は、緒方勝次さんです。私はこの人は、8年間、いや、そう、9年間から知り合いです。そんなにずっと石巻行ってるんだ。そう、だから、最初に来たとき、偶然に出会いました。そして何回すも来ごいて、ね。この人に、会いました。その、ユアナニシン日本、知ってますか？ユアナニシン日本、ああ、はい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 。あれ出た。参加しました。そう、3年前で、冬コミのところの場所で、捕まれて、石巻に、来ました。そう、この密着というやつ。すごい。そう、そしてその人もその時、会いました。そして、もちろんこの、生還の場所も、出会いました。これは、石巻の景色、です。こんな感じ。そうなんだね。そして、これは、頑張ろう石巻看板、です。そうだね。そう、だから、そこの聖火はなんとか200メートル左、にあります。なるほどね。そして私はもう一回、聖火の前に、戻りました。すそういごうい素敵夜。な綺麗な写真いろいろ見せてくれてありがとこちらこそ、う。そう、誰かに見せたかったで本す。当これ。に ありがとう。すごい素敵だね。いいね。そしてこれも、なんとか記事書きたいです。そう、だから、まだアップロードしていません。そうなんだね。でした。すごい、成果いいな、綺麗だな。もう1時間経っちゃった、話し始めて。そうですか。ね、すごい、ありがとう、話してくれて、写真も見せてくれて。あともう一人誰か分かんないけどありがとうございます。ご参加してくださって。いや、じゃあ今日はこんな感じで一回終わりにしようかな。あとは次はありますか？なんか全然しょっちゅうやるつもり。私もいっぱい写真整理しないといけないし、自分の写真整理してる画面をこういう形でやろうかなって思いって。や、私も今日忙しいです。今は、まだ記事書きます。いろんな、そうだよ4つぐらい。こち亀について記事書きます。こっちかめ。はい。このこちが葛飾区亀有公園発掘所。そうなんだ。ポーランド語で書くの？そう、だから、ポーランドの、そう、だから、そう、漫画、に、興味、ある人がいっぱいです。
でも、そう、日本ではこのこち亀はとても大切な漫画シリーズです。うんうんうん、とても長くて、そして、そうね、長いね。そうですよね。ね、そしてほとんそう、ポランドにはほとんど誰にも知っていない。うんうん、私のは例外です。うんうん、でもこれも偶然でした。最初に日本に来た時、偶然でテレビで見ました。うんうんうん、そう、だから記事を書きたいです。すごい。じゃあ4月はいろいろお互い頑張りましょう。頑張りましょう。ね、ちょっとずつ成果を出せたらいいな。うん、いや、でも本当びっくり。朝から嬉しい。感動だ。こんな。ズームちゃんと入ってきてくれる人がいるなんて。いやー、いや、そう、人生は、面白いです。人生は面白い。いつでもそう、何か、新しいこと、が、ある行う可能性があります。確かに確かに、本当そうだよね。だって3年前に有楽町で会って、今ズームで喋ってるなんて、オンラインが発達してなかったらできないもんね。そうですよね。すごい。可能性に感動だ。そうですね。まあちょっと私は4月何するかまだ全然決まってないけど、まあもう1日だし、明日は2日だし。いや、私、記事勉強なんとか、はい。写真、私も写真編集しなければならないです。ね。じゃあ、お互い頑張りましょうということで、頑張りましょう。あと、ストレンジャーの方も、頑張りましょうということで、というか誰みたいな、またなんか入ってきて、ちょっと、あ、ちぐささんじゃん。ちょっとこれもうやめられなくなっちゃう。面白いな。ちぐささん。ビデオ。どうしようかな。じゃあこれをこうして。あ、消えちゃった。あれかな、アクシデントかな。うん、よし。じゃあとりあえず今日の報告は、私の個展が9月の8日から14日になるということです。ということで、一回キリがないから終わりにしちゃおうかな。また明日、明後日、しやすい。私もしかしては同じような ミーティングしてあげるかもしれない。うんうんうん。いろいろやっていこうね。うん。じゃあ。はい。じゃあ今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。Thank you so much for watching. I'll see you soon, maybe tomorrow. Bye. Bye.